京王線人特急、快速アガノ、快速シティラビット、これらがすべて、直近2年間のうちに廃止された優等種別です。そして、2023年に亡くなるのは、快速アクティ、都営新宿線急行など、に加え、北北線の超快速、なので、廃止2ヶ月半前に越後湯沢に赴き、快速を超えるとか言ってる超快速に乗ります。北北線では18切符、Suicaが使えないので、素早く、紙の切符を購入。グランクラスに乗らずに、旅の思い出をこれから作ります。緑の窓口跡、もうちょっとちゃんとした使い道。2022年度までは 1.5 往復設定されていた超快速。今や、あの下り1本の設定しかありません。風船の灯火ですが、今年3月には、それも古くに消されるのです。うだうだ言ってると乗り遅れるので、9時14分発の荒井駅に乗るべく、0番線へ、平成に入って、やっと開業した路線なので、隅っこ0番線に追いやられています。見ました。あれが、北北線の車両、HK100 型です。超ラピッドとかいう、語彙力がズバ抜けて、氷点下に立ち去る英語表記はさておき、愛称は超快速スノーラビット、交互で付けられた名前なんですが、かつてここを走った特急列車の名前にあやかってます。にしてもいい名前ですよね。そこで、ポーズ撮ってる層も言ってますよ。ライブ配信アプリのうざい広告とかで、稀によく見るポーズですが。2両編成ですね。越後湯沢寄りには、やや寒々しいカラーの、一般タイプの車両が。荒井寄りには、どこか寒々しさを感じる赤が使われている。夢空編成、夢もへったくれもない運休まみれで、経営陣が上の空になりかねない上越国境界隈ですが、島村が、恋愛にうつつを寝かしたそんな地を、どか雪に腰を寝かしたゆかりさんは立ちます。夢空編成はオール転換クロスシート。東日本で、転換クロスはなかなか珍しい。JR との車両共通化とかいう、アイデンティティの迫害が幅を利かす以前の車両だからですけど。越後湯沢から六日町までは JR 上越線なので、そことかは18切符でも乗れるんですが、いちいちちまちま買うのもかったるいし、スパチャと同じ乗りで、越後湯沢からの分を買いました。全額北北線に入るかどうかは知りませんが、別に、どっちの鉄道会社に入っても、ゆかりさん的には、幸せなら OK です。地面から、大量の炭水化物が生えている町、越後湯沢を出まして、お次は六日町、奏でられる三菱 IGBT-VVVF の心地よい音を耳に、直江津まで、約1時間の旅を楽しむことにします。んじゃ、とっとと北北線について解説。北北線は、六日町駅から、魚沼丘陵を貫いた先、日本海側の犀潟駅までを、主に長大トンネルを走り続けて結ぶ、約 60km の第三セクターです。新潟県内完結。今は、北越急行が運営しているこの路線。もともとはやはり、国鉄が計画した路線でした。というか、民衆が、線路しけ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 と誘致したのが始まりでした。だって、新潟県南部の山岳エリアは豪雪地帯で、車では、通行止めやらなんやらを食らい、東西に 10km 移動したい？じゃあ、日本海側に出て 100km 迂回しやがれ、とかいう、頭がホワイトアウトしそうな理論がまかり通る世界だったのです。そこで、魚沼エリアと日本海エリアをつなぐ路線の構想が立ち上がりました。しかし、候補が、主に2ルート立ち上がり、どちらを通すかで揉めました。そうしてるうちにも冬が来て、また、ドカ雪で通行止めを食らう羽目になるのにね。一つは、六日町から十日町を経て、直江津へ至るルート。北越北線と呼ばれたルートです。もう一つは、越後湯沢から津南町付近を経由して、直江津に至る、北越南線ルート。この二案の揉め具合は凄まじく、誘致のために発足した同盟会の中でも揉めたそうで、南北戦争とまで呼ばれて、1950年から14年も言い争ったんだそうです。戦争放棄を定めた憲法の施行からまだ3年なのに、雪国は、日本国の憲法の効力外なんでしょうか？結局、ルート決定を国鉄に任せたところ、需要とか、地形的に北線がよくね、と相なり、1973年から、じわりじわりと線路が敷かれていきました。ちなみに、国鉄的にも北越北線は重要と考えたようで、日本海側と首都圏で貨物を輸送するのに、北越北線が使えると思ったのです。実際、貨物輸送を見越して、なるべく良い線形で線路を敷いていきました。本当はもっとまっすぐにしたかったそうですが、十日町界隈からクレームを受けたため、そこだけ少し曲げました。それ抜きにしても、やや頭悪い線形してます。と、1983年の開業を目指した北越北線ですが、やがて影が差します。国鉄の経営悪化の煽りを下ったという言い方が正しいでしょうか。とにかく、国鉄再建法の影響で、需要が見込めない北越北線の工事は中断。ちょっともったいないところまで進んでいた工事は、やがて第三セクターに引き継がれることになりました。ここまでが、北越北線としての暗黒の建設時代でした。ここいらで小休憩、列車は、上越線内すらも通過して、ガシガシ進んでいきます。というか、北北線は、普通列車ですら、
上越線内は越後湯沢、塩沢、六日町にしか止まりません。JR の線路を曲がりしてる。無人駅を突っ切るワンマンのローカル線だから、車掌業務や運賃管理がごちゃごちゃしないよう、北北線内の需要のみ拾いたいからかもしれません。ところで現状、北北線には、普通、快速、超快速の3種別があるのですが、快速以上、一部の普通は、上越4駅全部通過します。まだ北北線に入ってすらないのに、快速気分を味わえる、コスパの良い優等列車です。上越線区間はここで終わり、全体的なアナウンスが都営バス地見てますが、気にしないことにしましょう。ちなみに車内なんですが、2両つないでいるからかは知りませんが、思ってたほど混んではいません。でも、乗客の6割くらいは、それとなく鉄道ファンだと思われます。引退間際だと、各駅の正確な乗降需要を把握できないのが辛い。でも、沿線住民とおぼしき方は、六日町から何名か乗ってこられました。六日町には、夢空の PR が、ちょうど、今私が乗ってるのは夢空編成ですが、夢空って、車内で映像が投影される、北北線のシアタートレインを指すようで、それが投影される毎週日曜日以外は、そこまで関係ないようでした。あ、車内の天井に映像が投影される、シアタートレインって、北北線が日本初らしいです。ここから、超快速が本気を出します。お次は十日町。さて、ここから北北線なので、北北線時代の話でも始めましょう。国鉄に捨てられ、新潟県などによる山積が拾った北越北線、やがて建設が再開されましたが、通る場所が場所なだけに、トンネルの工事はゲロムズでした。山積時代に建設されたトンネルの一つに、鍋立山トンネルというのがあります。長さは 9.1km。鉄道のトンネルにしては結構長めです。具体的には、旦那トンネルってありますよね。通ったことありますよね。あるって言え、その電波難民排斥トンネルですら、全長 7.8km ですので、工事は、それなりに大規模だったことが、伺えるかもしれません。しかし問題は、長さではありません。長さで言ったら、赤倉トンネルという、これからすぐ通るトンネルの方が長いです。鍋立山トンネルが地獄だったのは、その山の構造のせいです。まず掘るじゃないですか。でも、鍋立山って、ガス、水の圧力が、とにかくすごいんですよ。それでね、トンネルが膨らんでね、せっかく掘ったのに押し戻されるんですよ。つまり、掘っても押し戻されるので進まない、という、地獄みたいな工事になったんですよ。すでに賽の河原も同然でしたが、さらに悪いことに、石油やら可燃性ガスやらも噴出したそうです。そんな難工事でしたので、一回の中断を挟んだとはいえ、開通には22年近くを要しました。しかし吉報も舞い込んできました。それは、この路線が、単なるローカル線にはならないということ。もともとこの路線は、単線かつ非電化という、弱小路線の予定でした。ところがどっこい、お国が、時速 130km オーバーの高速列車を運転すべと言い出しました。ペタレな設備では、高速列車ちゃんに、ザーコザーコとけなされかねません。そうして、責任という漢字一文字を背負って、電化、高規格化に乗り出したのでした。どのくらい高規格化は、今の車窓が物語っているでしょう。事実、設備的にも、新幹線と同じ60キロレールが採用されているだけあって、申し分ないです。と、紆余曲折はあったのですが、なんとか1997年に営業開始にこぎつけました。この時、例の高速列車がデビューします。それが、白鷹、富山、金沢などの北陸地方と越後湯沢を結ぶ列車だったんですが、この特急、北陸新幹線が、長野とかいう中途半端なところで終わっていた頃、上越新幹線と合わせて、北陸に行きたい人の需要を満たす役割を果たしてました。北陸行くなら黙って上越新幹線乗って、越後湯沢で白鷹乗り上がれっていう構図。最初は、時速 140km で小手調べしてた白鷹も、最終的には、時速 160km 出すようになり、1日13往復の高頻度運転も相まって、北北線の懐は、北北でした。しかし北北線に冬の時代が来ます。その発端が、2015年の北陸新幹線の開業。新線開業は、本来ならめでたいことですし、祝わないと、ジャパニーズトラディション、濃調圧力で排斥されかねないので、祝うべきなんですが、北陸新幹線の開業で、特急白鷹は、さようならという羽目に、特急という強い武器を失った北北線にとって、これはピンチです。JR 東海が、東海道新幹線を失うのに近いレベルのヤバさでした。窮地を脱すべく、JR と同基準だった運賃をちょこちょこ上げましたが、それに加え、白鷹の俊足っぷりと、スノーラビットエクスプレスというその愛称を引き継ぎ、超快速スノーラビットを設定。以後、増便もしたのですが、2022年3月のダイヤ改正で、最速便含むスノーラビットが1往復減便。そして、今年のダイヤ改正で、スノーラビットは完全に姿を消すことになります。白鷹の恩恵を被った積立金も、時期に枯渇しそうということなので、出資したいとの思いで超快速復活を望んでも、相当厳しいかと思われます。超快速ね、直越、
上越市北部に向かう人の需要は拾えたのかもしれません。でも北陸方面の幅広い利用客を取り戻すのはやっぱり無理だったのかもしれませんね。超快速のみならず快速も消えて全列車が確定になる予定とのことなので、今ちらりと映った三笹島駅も高速通過も見られなくなるのかも。あれね、北北線唯一の地下駅なんですが、発着時以外にホームにいちゃダメな駅らしいです。ホームにいるとウェルカムトゥアンダーグラウンドなんて耳元で囁かれるはずもなく、普通に出てけって言われます。さすが金属扉を備え付けたモグラ駅、筒石駅といい、ドアイ駅といい、新潟とその近辺にはモグラ駅が多いです。そして鬼のように長いトンネルを抜けますと、すぐ新座駅を通過からの電波も回復します。山手線の計画運休時、次の列車を36時間待ち続けた輩ならば余裕だったでしょうけど、こちとら山手線一本逃しただけで絶望する懐の狭い輩さんですので、晴天白日と対極な状況で三笹島駅の出現と電波の復活を待ちわびていました。列車は約 16km ぶりの停車駅、十日町駅に接近。一方向あたり両手で数えられる程度しか来ない飯山線との接続駅ですが、結構降りられた方がいらっしゃって使われてそうな雰囲気は感じました。ところで十日町は織物の生産で栄えたのですが、その経緯が特殊で、春は普通に田畑を耕すんですが、冬はそれが雪で埋もれるので、その片手間に旗織りというか、それ以外やることがなくなったおかげで栄えたとか、今では十日町かすりとかに代表される伝統的工芸品でブイブイ言わしております。それ以外やることがなくなって旗を織ったっていう文化、なんかいいですね。コンテンツの消費だけで一日を終えるような昨今の文化とは程遠いです。その余ったれた文化を享受してるのはお前だよ。お前、画面の前のお前、画面の前で今みたいに生産性のないことばっかやってると、お前が松田に。新山線に好かれている日本最長川信濃川を越えます。お次は松田駅。ほとんどの超快速は十日町と直江津の間なんてノンストップだったんですが、悲しきかな、最後に残った便が途中で2駅止まる鈍速便となってしまいました。超快速の北北線内の標定速度は時速 99km ということになってますが、今は時速 90km くらいだと思われます。それでも十分速いですが、参考までに鉄道ファンをうならせる新快速のとりわけ速い区間、新大阪から京都、あの激速区間の標定速度が時速 97.5km なので、山積のくせに結構張り合えてます。ちなみに北北線確定の標定速度が遅いとは別に一言も言ってません。通過待ちがない全停車タイプの列車なら北北線内を49分で通り抜けていくのですが、これを標定速度にしますと時速 73km 弱です。これ東海道線の静岡地区よりも普通に速いです。のほほんとやってそうな名前とは裏腹に結構キビキビした路線というわけなのです。だって HK100 型の最高速度時速 110km ですよ。にもかかわらず軌道加速度が 3.0km 毎時毎秒と山手線並みです。特急に立ち打ちしようとしてる。まあ次のダイヤ改正で全線の最高時速は 95km に制限されるわけですが、列車は松台に到着。あの白い前衛的な建物は松台雪国農耕文化村センター農舞台だそう。十日町市松台の農耕文化とアートを発信する施設だそうです。一文化に魔改造がずこずこ踏み入ってるのではと解釈するような私は、多分アート向いてないです。ちなみに松台駅付近には他にも駅舎併設の道の駅があり、その近くにはベンチ並みの大きさの特急白鷹の記念碑もあるそうです。過去の産物だが文句悪化と言わんばかりに、ここ北北線発祥の地に置かれています。もともとは松台と十日町の間の移動がだるいって理由で鉄道が求められたわけでしたし、そうした需要が今もあってか何名か乗降客がいらっしゃったようで、停車駅多めの超快速を残したのは間違いじゃなかったのかもしれません。さてお次は虫川大杉。駅名の由来は樹齢1200年を超える天然記念物虫川の大杉からです。さてここから問題の鍋立山トンネルに突入します。無慈悲な撤回は人間の苦悶の跡など露知らずといった具合に、ここぞとばかりに線形の良い区間をダッとの勢いで駆け抜けます。さすが時速 160km の特急が走った路線のだけあります。でも北北線意図的にめっちゃ遅い列車を走らせたことがあります。それが超低速スノータートルです。雪といえば冬、そしてタートルは亀ですので人を追って別愛称つきませんかね。台はないんですが、ね、超低速スノータートルなんですが、北北線の地理的条件や歴史を感じてもらうべく、トンネル内の低速走行や除雪体験などを楽しめるアクティビティ中心のツアー列車だそうです。このスノータートルって人類の英意のこと言ってるんですかね。まあまあ遠慮、列車は何気なく北北大島を通過。上越線が通らないくせに上越名乗ってるせいで鉄道ファンビギナーを混乱に陥れている上越市に突入。上越市の由来は越後
京都に近い方から上越、中越、下越と呼んだことから来ているそうですが、上越線は小宇助の国と越後の国を結ぶからとか言って命名されたそうです。上越国際スキー場のせいでややこしくなってますが、虫川多すぎで行き違い、おせちにも栄えている駅ではないのですが、やはり降りられる客が何名か、超快速が浦河原駅に止まらないことを考えると、やっぱりこの種別は観光需要重視。6日町から直江津まで結び、北北線と似たルートを通る国道253号、北北街道っていうのがあるんですよ。そちらは浦河原、虫川多すぎの両駅の近くを通るので、車文化の違いとかはないと思うんですが、というか両駅とも車と合わせて使われるタイプの駅な気がします。北北線って全駅に駅利用者向けの駐車場が備わっていますし、あとここ徒歩5分すら忌避して不健康とガソリンを買うような車社会ですし、多分さて次が北北線を抜け出して新越本線の直越、東久引丘陵を抜け、いよいよラストスパートですからの安定のトンネル。さすがトンネルが全路線長の7割を占めているだけあります。北北線2つの意味で一寸桜に。列車は浦河原駅を通過です。この浦河原の地域から北越急行じゃない私鉄が新越本線の駅まで伸びていたことがありました。それが久引鉄道。ちょっとずつ延伸しながら新黒井駅と浦河原駅までを結んだ軽便鉄道、運営元は久引鉄道自動車。相入れのいはずの存在同士が一つの会社名に打ち込まれてます。全線開業は1916年、除雪車まで準備しただけあって雪には強かったつもりですが、チャッチー軽便鉄道で雪に立ち向かおうなど、バズーカ砲 VS ちくわみたいな感じで雪に大敗して運休なので、赤字も食い止められず鉄道自動車会社が自転車操業をやらかしてました。それで1971年あえなく全廃。でも大まかなルートだとか一部跡地だとかはなんとなく北北線に引き継がれてます。さてせっかく別仕様の2車両がつながっているんで、今ゆかりさんは一般仕様の車両に浮気してます。さすがにさっきの車両の方が恐ろしく快適ですが、こちらもこちらでよくフィットする座り心地。ボックスシートはだいぶ直角ですけど、これはこれでご愛嬌。足だって座席の下まで伸ばせそうですが、意外と柱が邪魔です。座席の上に足伸ばそうとするな。お前の家の床全面に座布団接着するぞ。しかしそう考えると肩持ち式は偉大。大池一本守駅を通過。一部確定のスルーするプチ秘境駅。しかしこの一帯は新潟県景勝100選に入っており、自然に囲まれ活動ができる観光地になってるそう。しかし景勝を通過するのは楽しいですね。ガハハ、人間性に警鐘を鳴らされる前に次の話題に行きましょう。北北線には頭脳フリー型高架橋が数多く採用されています。そいつが何かを端的に言うと、列車がはみ出すレベルでクソ狭い高架橋です。他にもスプリンクラーやらジェット噴射やらパネルヒーターやらを用いて雪に恨みでもあるかのごとく、いやあるんだろうな。ともかく小説家知性の面持ちで列車を走らせています。上越線、新越線が普通でも北北線が動いてるなんてことはザラにあります。西方の手前でそんな新越本線と合流します。ここまで乗車すること約1時間。別にまだ暴行は平気なんですが、万が一催した時が大変そうです。冬場ってトイレが近くなりますし、 HK100 型には乗車時間の短さ、スペース確保を理由にトイレがついていないんですが、結構トイレを望む声は大きいようで、トイレ付きの車両導入したいねと車内でも声が。2018年度の資料によると2030年度までにはトイレ付きの新型車両を入れたいねとありますが、519でまた状況が変わっただけに新車の導入があるかは、入るとしたら E129K ベースでしょうけど、いつになるんでしょうかね。 E129K が引退する時期のあたりとか。 JR 貨物、 JR 東日本の駅黒井駅が見えてきました。近の直越港や数多くの工場の輸送を支える貨物的には重要な駅です。しかし旅客列車は多めに1時間に1本と多くはないです。さらに北北線も大半は通過。でもかつては北北線は黒井駅なんてオール通過だったんです。それが沿線住民が通勤需要を主張して一部列車が止まるようになった駅です。ちなみに3往復と本当に一部です。その3往復のうちに快速が1本だけ含まれているのが何とも言えません。黒井5時56分発の初電ですよ。朝から元気だなって思います。ゆかりさんなんて休日は朝11時に起きてわーなんて声を発しながら起床するぐらいですし、直線多めの幹線なだけあって新越本線内でもよく飛ばしますが、名残惜しいことに超快速とはもうお別れです。鉄道ファンで結構混むかなと思ってたんですが、意外と予想よりは乗客は少なかったかな。ともあれ無法地帯になる前に乗れてよかったです。これからの2ヶ月で超快速に乗りに行く皆様は、ぜひルールと法律を守っていただきますよう。超快速は
あの車両たちが主に走る路線、越後ときめき鉄道に直通して、上越妙高駅を経由して、新井駅まで、のんくたのんくた各駅停車で向かいます。ダイヤ改正で、ちゃっかり新井行きも消えるので、本当は最後まで乗り通したかったのですが、スケジュールの都合上、今回は断念させてください。次回なんてねえだろうから乗り続ける。うるせえお前の家の全ドアノブに、座布団張り、終点の直越に到着。JR 東日本の日本海側の西端駅です。種別 LED からは超快速という、日本唯一の冠がすでに分取られてました。でも、三石同士の直通列車という新しい冠を与えられています。よかったね。単位12回で行ったら大得に値するから、洗いまでの間、せいぜい大事にしててね。撮影日の湯沢町の気温が氷点下1度でした。しかし、北北線もまた、凍えるような状況下に置かれています。少なくとも、北北という字面からは程遠いです。ですが、作業員の方々の汗水垂らした軌跡は、北北線に残り続けます。寝台列車が消えた上越国境が、それでもなお色褪せぬオーラを放つように、北北線にも、トンネルをはじめとした、様々な魅力が色濃く残っています。超快速が消えるからといって、やり玉にあげず、ぜひ北北線に乗ってみてはいかがでしょう。どうしてもスノーラビットに乗りたい？臨時列車として復活はありえなくはなさそう。うん。では終わりましょう。お疲れ様でした。